はい皆さんこんばんはおじいさんですちょっとね動画の一番初めにちょっとお伝えしておこうと思うんですがあの本日ねあのゲームの実況してたんですがそこでこう見に来てくださった視聴者の方からあのコメントを見ましたみたいなこうちょっと連絡をいただきましてえっていうことであのいやこの動画にあの他の ある動画にコメントしたんですけどってあのちょっとおっしゃっててで先ほどちょっと確認しましたら、えー、コメントがありました、えー、うちは一度こう保留するっていう流れをとってるんですけどどうやら YouTube の使用上保留するっていう設定の場合コメントが来ても通知がないんですよね。で何かねどなたか一人かだけねあの一度コメントがありましたって通知があって。 であコメント初めて来たって喜んでたら実はものすごい量来てて <laughs> なんかね保留にしてるからメールがあのコメントが来てないっていう形になるようなんですよねちょっと驚きましたで設定を見てもねわからないので、えー、たまにね見返す今日とりあえず今日まで来た分には、えー、とお返事を全部書かせていただいたんですけど。 え今後も一応動画上げるたびにたまには見ますけどちょっとね通知がないとさすがに僕も全部の動画を見返すことはできないのでえできたらあの実況中とかに <laughs> コメントここでしてますけどとかえ言っていただけるとありがたいです。はい まるでコメントの意味ないですね、はい、で今日ちょっと動画が本当は別にあの上げる予定なかったんですけども、えー、コメントにね全部返信してる間にちょっと、えー、何個かあったコメントでですねえっ、ー、ともうちょっと操作方法の、うん、えっとまあおじいさんでも結構ねあの細かくお伝えしてるんですけどもうちょっとこういうところもあの ゆっくりと説明してほしいよっていうところがあったので一応ちょっと動画にしておこうと思います。非常にシンプルな一番初期のねところなんですがまあ確かに初めて買う人にとってはまあ難しいというかちょっと分かりづらい部分もあったと思うのでちょっと動画にしておこうと思います。はい まず電源入れます。何かというとね、データのね、あのやり取りです。データのその、まあ、バックアップのこととか、こととかっていうか、まあ、バックアップ関係ですね。どのようにしてますかみたいな感じですね。あ、これちょっと見つけました、ようやく。あの、Dingux Commander のね、2ですね。DinguxCMDR 回っていうんですね。これね、ちょっと余談ですけど、これようやく見つけました。 <laughs> ありがとうございます制作者の方ねあの入れさせていただきましたただねあの前回まで OPK データを回答できるって聞いてたんですよねで一応これもねエクストラクトっていうやつあるんですけど今できないみたいでどうやら。 なんかね前ねあのなんか掲示板みたいなところでもなんか前までは OPK 回答って書いてたんですがこの前見直したら OPK 情報の表示って言って回答っていう文言が消えてたのでひょっとしたらその機能をなくして。 今のところなくしてるのか、今後実装予定ということなのか分かんないですけど、もし知ってる方おられたら、えー、もしね、いや、今できるよ、それ間違ってるだけよっておっしゃられる方おったら、ちょっと使い方できたら教えてほしいんです。はい。デ、えー、リンク,ックスコマンダー会の OPK の回答の仕方ですね。もしできるなら教えてください。で、はい。ちょっと本題に戻ります。で、えっ、ー、とね、データのバックアップの仕方ですね。この、えー、まあ、ローグですね。ローグを入れたときに、 あのアップデートじゃない場合は全部データ消えちゃうよだからバックアップ取っておいてねっていうことをよく言ってるんですけども、えー、その方法自体がちょっと、あのー、心もとないということでもうちょっとちゃんと言っといてっていうことを、えー、ちょっと、あのー、コメントもらったので確かにねちょっと言ってないなと思ったのでお伝えしておこうと思いますまずね DinguxCMDR を起動してくださいポンとはいで、えー、とここですね これを全部、えっと、バックアップしてください。まず一つ目。えー、こですねユーザー、ローカル、ホーム。この中のデータを全部バックアップを取ります。で、どうするのかっていうと、えー、とまずねこ、どっちでもいいんですよ。これって右と左に画面があって、同じもの今出てるよね。で、右から左か、左から右かに、えー、とものを移動させるっていう考えです。はい。 だからまあ簡単に言うと例えばまあこの黒色のインクと青色のインクを今まあこっちにこのように表示させてるんならばこの黒色を例えばムーブやと移動させますこっちを消してねコピーやとこれはここに置きながらこっちにも黒をく持ってくることができますでその逆でもできるんですよこっち側に黒の色を用意してこっち側に青の色を用意したら どっちでもいいよ右側に移動,移動先にしてもいいし左側を移動先にしてもいいっていうこれどっちでもいけるものなんですねでじゃあ今、えー、右側を移動前としますで左側を移動先としますはいで、えー、まずこのねとにかく、えー、とまず今2つあるよね RG350 ってこの中にマイクロ SD カードが1つ そして、ここに一つ、二つありますよね。おじいさんの言い方としては、中に入っているものを内蔵マイクロ SD と言ってます。内蔵。ね。内何々機能内蔵とかっていう、ね、内蔵マイクロ SD と言っています。で、こちらから指す文を外付け、マイクロ SD とおじいさんは呼びますんで、その呼び名で覚えておいてください。じゃあ、まず左側をこちらに表示させます。 えー、外付けマイクロ SD を左側に表示させます一番初めに一回じゃあちょっと終わるね一番初めにリングックス CMDR を開けると両方同じ場所が写ってますユーザーローカルホームユーザーローカルホームこれは何かっていうと、まあ、簡単に言うと皆さんパソコン持ってたら例えば Windows 開いて C ドライブ開いて C ドライブの中のプログラムファイル開いてってあるよねそれと同じ感じです こ,これはユーザー、まあ、例えば C ドライブの中のマイドキュメントの中のピクチャーそういうところが今表示されてますよってことですこれははいで両方同じところなので片方を、えー、外付け、えー、マイクロ SD の、えー、場所に移動させます、はい、まず B でずっとまずこっちオレンジがこっちにあるから今こっちを動作してるってことね ままず B を1回押しますそしたら画面が今ユーザーローカルホームって場所にあるので1個階層戻りますだから言うたら C ドライブマイドキュメントピクチャーやったのをピクチャーからマイドキュメントの方に戻ります B ボタンを押すと戻りますだから次 B ボタンを押すとユーザーローカルになりますはいなりましたねユーザーローカルでもう一回 B を押すと当然ユーザーになります もっと次は C ドライブまで降りたってことね。C ドライブ、ドキュメント、ピクチャーやったのが、ピクチャーからドキュメントいて、ドキュメントから今 C ドライブに来たっていうことですね、今。はい。で、さらに降ります。ユーザーよりももう言ったら一番そこのところまで降ります。スラッシュですね。俗にこの場所のことを、まあ、なんでもせないけど、まあ、ルートとか言いますよね。何かの一番上のことをルート。うん。ルートの場所に出てきます。で、この中のメディアってありますよね。メディア。 この中を、この中に入っていきます。次は。その時は A ボタンです。はい。今、スラッシュですけど、メディアの中に入るので、スラッシュメディアになります。なりましたね。メディアの中入りました。で、次は、ここに SD カードってありますね。わかりやすい。<laughs> SD カード。はい。ここで A ボタンを押します。さらに SD カードの中に入ります。はい。えー、メディア、SD カードの中に入りました。 この,この場所が今、マイクロ SD カードの中です。はい。マイクロ SD の中の、外付けマイクロ SD の中のフォルダー群です、これが。はい。ここに、す、え、べ、ー、てコピーしていきます。例えばでしたらあ、例えば、じゃあこのおじいさんはよくね、このアップっていうところにいろいろ移動用に作ったりしてるねんけども、このアップの中に、 じゃあ、例えば、ここの中の、そうですね。じゃあ、この FCUX のデータを入れましょうか。その時には、このアップの中をまず開きますよね。この中に移動させます。今、オレンジこっちですね。これを右押すと、ポンって右来ましたよね。で、下押すと、一個ずつ移動していきます。で、FCUEX 今選択してますよね。だから、言うたらマウスでフォルダーの上置いてるって状態です。Windows だと。で、X ボタンを押して、コピーします。 そしたらこっち今 FCUX なんでフォルダな内容ね今 g e n プラス、ア Apps、DeckUI、Home とその他諸々のデータですねでコピーしますはいこれで FCUX がこっちにコピーされましたつまり内蔵 SD カードに入ってた FCUX のデータが外付けに入りましたこれで本体を、えー、クリインストールした時っていうのは本体の中はきれいにされますけど外付けマイクロ SD は ノータッチなのでデスク、えー、バックアップが1個できたということです。はいで、えー、例えばじゃあこの後とローグをクリインストールした時にここが真っ白になってましたって言った時に今度はこっちからこのユーザーローカルホームの中にこのデータをコピーしてあげたらいいんです。そしたらバックアップからデータを戻すっていう状況になります。はい こういう作業をみんな、えー、してます。で、これ1個1個全部してるのめんどくさいですよね。だから、この1個前のユーザーローカルのところのホームの中を全部バックアップしたいときは、ホームの上で X をしてコピーして全部、だからそれがおじいさんこれしてるんですよ、ホームこうやって。うん。こうやってホームの中を全部コピーしてます。はい。で、えっ、ー、と、バックアップしておくべきは、このホーム。 ユーザーローカルの中のホームフォルダを全部バックアップしてください。あと、X 豆とかがこのシェアの中に入っているので、シェアも全部バックアップしてください。だから、ローカルの中のホームとシェアと、あとはメディア、データ、この中のこのアップスですね。これも全部バックアップしておいてください。 はい、この中に OPK が入ってます。こうですね。OPK が全部入ってます。はい。この OPK がああいうデスクトップとかのアイコンとかのもうエミュレーターの本家です。はい。これがないと画面が表示されないので、えー、このバックアップを忘れないようにしてください。その3つですね。メディア、データの中のアップス、ユーザーローカルのホームとシェア。これを全部それぞれ、えー、先ほどやった方法でコピーして、 で、クリーンストールを戻してあげると元の状態に戻ります。はい。これを覚えておい,ておいたらいいと思います。うん。で、あの、なので、この辺のバックアップのために、やっぱ外付けマイクロ SD は 64GB ぐらいがおすすめです。この辺をがっつり保存しておいとけるので、32とか 16GB と正直ちょっと厳しいかなでバックアップ、ちょっとずつバックアップして、最悪これを取って、Windows に。 映し替えてまた空にして持ってきてってバックアップのことをしないといけないので本体のバックアップしつつ、まあ、ゲームデータもここに入れておいた全ての情報で何かあった時に入れとったら楽なんですよ何か異変あった時ここからすぐ戻すんですよ。そ、う、れ、ん、で,で,、あのー、で今日もう一つ、まあ、ちょっと流れで話しておくとえっ、ー、とローグを入れた後ポケットモンスターが動かなくなりましたっていう方いたんですけど多分バイオスが消えてますそれ。 はいだからこのホームの中の、えー、っとうちはあんまゲームボーイしないんでねあ、はい、今消えてるか消えてるねここにあのゲームボーイのあのー、フォルダーがあると思います多分 GPSP かなうちはちょっと入れてないけども GPSP っていうフォルダーがあるはずなのでちょっと1個軌道作ってみようかはい、えー、すみません えとこのね GPSP のフォルダをちゃんとバックアップして戻してないとこの中に本来あのが入ってたはずなんですよね、うん、でその BIOS がなくなってると思うのでクリーンストールしてしまってなんでやっぱりホームをちゃんとバックアップしておかないとそういうデータもなくなっちゃうっていうことなんですよ。 はい、なので、あのー、それが原因と思われますゲームが起動しないのであればね、はい、それはよかったら参考にしてくださいなので BIOS 系のデータもこのえっ、ー、とね起動のアプリはこのメディアのデータの Apps なんですけど詳細な例えばセーブデータとか細かいプログラミングっていうのはあのこのホームのこの .fba とかののフォルダの中にあるんですよ例えば FBA の中のプレビューなんかやったらこれはゲーム選んだ時に出る画像なんですよ。うん、こういうものも全部消えちゃうので全てちゃんと保存しておいて戻すっていう作業をしてください。これで多分ねあのデータのバックアップの仕方っていうのはよく分かったかなと思います。これでも分かりにくかったらまた言っていただいたらいいと思いますけれども。 えーそうですね、なんでさらにずっと入れっぱなしじゃなくて一旦ある程度全部のデータを移したらそれパソコンに置いとくことをお勧めします。何かあった時ね何かあった時こっちも削除しちゃったって言ったら最悪パソコンにあってパソコンから持ってこれるので本当のバックアップっていうとまずマイ外付けマイクロ S にデータを移すでそこからパソコンに移しといて何、えー、かあった時は緊急用に置いとくっていうのを、えーこえー、心がけるようにしておけばいいと思います。 はいいかがだったでしもうこれはねあのゲームキーとかだけじゃなくてまあ Windows 触ってたらね Windows の大事なデータとかもこんな感じでバックアップのバックアップっていう感じで、えー、やるようにすれば、えー、いろんな機器から <laughs> いろいろあったからね昔ね、うん、そういうコンピューター関係のとこで働いてた人はやっぱり雷とかが落ちたりして一回なんかこう逆電流で一回パソコンが全部壊れたってことがあって。 あったららしくくててそっからもバッックアップ体制がすごくて電気から離してるバックアップとかなんかいっぱい取らされたっていう記憶があるんでねはいよかったらこの方法で試してみてくださいこの動画でね初めておじいさんの動画見たよっていう人はよかったねチャンネル登録していただくと嬉しく思いますしもう登録されてる方はね高評価押していただくと、えー、おじいさんのね寂しい一人ぼっちのちょっとね 冬型気圧に負けそうな雨漏り風、風漏れがしてる部屋でね、あー高評価来てる、まだ死なれへんぞーってちょっとね、元気出たりしますんでよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。